こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。人生送りバントの元ネタって、誰なんだ？ネットで調べてみると、りょうさんじゃないか？と思うんだよね。そうなの？りょうさんが丸いヤングカンのことを、人生送りバントって、言い始めたのがネタ元っぽいんだよね。丸いヤングカン？丸いヤングカンって、もともと、寺井陽一っていう名前だったんだけれど、無理やり、りょうさんに改名させられたんだよ。ああ、寺井か。寺井に、そんな話があったんだ。でも、稲中でも、人生送りバントって、なかったっけ？同じことを思って、ググってみたんだけれど、見つからなかったんだよね。そうだったの？もう一回、読み返してみるよ。でも、やっぱり、人生送りバントの元ネタは、河合雅宏で、間違いないよね。やっぱり、そうだよね。なんてったって、河合雅宏と言ったら、通算533本の、犠牲バントは世界記録だからね。え、世界記録なの？すごいじゃん。河合雅宏の通算犠打成功率は9割超えだからね。やっぱり、河合雅宏は、すごいんだよ。9割超えはすごいな。だって、長嶋監督が、バントのジェスチャーで、代打、河合って、アンパイアに行っちゃったこともあったんでしょ？それは有名な話だけれど、実際は、河合雅宏じゃなくて、土井だったとか、粟口だったとか、上田だったとかいう話があるから。いずれにしても、河合雅宏入団前の、第一次長嶋政権の時の、話だったと思うんだよね。そうだったんだ。でも、この長嶋監督のエピソードって、河合雅宏だったら、本当にありそう、って思わせるところが、河合雅宏の凄さだよね。それはその通りだね。ということで、この動画では、河合雅宏について、投げ込んでいくよ。プレイボール。河合雅宏は、1964年生まれ、岡山県岡山市出身なんだよ。岡山って言ったら、星野仙一と一緒なのか。星野仙一は、岡山でも倉敷だよね。ああ、星野仙一は倉敷なんだ。だから、倉敷マスカットスタジアムで、NPB 公式戦が行われたりしているんだね。まあ、そうだよね。それで、河合雅宏なんだけれど、岡山市で生まれ育った河合雅宏は、岡山県立岡山南高校に、進学して野球部に入るんだよ。岡山南高校って、野球部が強いの？甲子園に通算10回以上出ているから、強いと言ってもいいんじゃないかな。名門校じゃん。実際、河合雅宏が高校生だった頃も、甲子園に行っているんだよ。河合雅宏は、甲子園に行っているのか。河合雅宏はピッチャーだったんだけれど、2年夏、3年春と2回甲子園に、行っているんだよ。すごいじゃん。3年春の時は、2回戦で早稲田実業と、対戦。この時の早稲田実業の、エースは荒木大輔。当時、大ちゃんフィーバーと呼ばれるほどのすごい人気だったんだよ。大ちゃんフィーバーって、そんなにすごかったの？荒木大輔が高校の時の大ちゃんフィーバーは、本当にすごかったんだよ。試合でも、練習でも、どこに行っても、追っかけの女の子がいっぱいいたんだよね。そんな感じだったの？1年生から活躍したこともあったんだけれど、なんてったってイケメンだから、女性ファンからの支持がすごかったんだよ。結局は顔か。河合雅宏じゃ、太刀打ちできないか。まあ、河合雅宏もイケてる方だけれど、高校生じゃ、河合雅宏の魅力は、なかなか理解しづらいよね。それに、実力も折り紙付きで、荒木大輔は甲子園に、5回も行っているんだよ。甲子園5回って、KK コンビだけじゃなかったんだ。それで、この大ちゃんフィーバーの頃、赤ちゃんの名前ランキングで、大輔が1位になるほどだったんだよ。それで、大輔って名付けられたのが、宮川大輔花子？それは、全然、年の計算が合わないでしょ。漢字も違うし。この時、大輔って名付けられた子の、一人が、松坂大輔なんだよ。そうなの？それはすごい話だねー。その後、松坂大輔がエースピッチャーとして、甲子園で活躍したのは、周知の事実だし。さらに、2004年に荒木大輔が、西武のピッチングコーチに就任した時には、コーチと選手だったけれど、同じチームになったんだよね。それは、
ちょっと、感慨深いねー。それで、河合正弘なんだけれど、3年春の甲子園2回戦で、そんな荒木大輔の早稲田実業と、対戦したんだよ。河合正弘対荒木大輔の、結果はどうだったの？いい試合だったんだけれど、3対0で荒木大輔の、早稲田実業が勝ったんだよ。河合正弘は負けちゃったのか。河合正弘は、人気絶頂の荒木大輔に、何クソ。という気持ちで挑んでいったらしいんだけれど、うまいことかわされちゃったって、後に語っているんだよ。早いとかすごいっていう感じじゃなくて、うまいという感じで、配球のコンビネーションがうまかったんだって。高校生でそれはすごいねー。アウトコースまっすぐでストライクを、取って、変化球を混ぜてきて、打ったら内野ゴロみたいな感じだったらしいよ。なるほどねー。そして、3年春の甲子園で負けてしまった河合正弘は、その雪辱を果たそうと夏の大会に臨むんだけれど、県大会の準決勝で負けてしまって、甲子園には行けなかったんだよ。その時の対戦相手には、誰がいたの？河合正弘の岡山南高校は、岡山東商業に負けてしまったんだけれど、この岡山東商業の4番が、2年生の八木博士だったんだよ。おお、こんなところに代打の、神様がいたのか。結局、この後、岡山東商業は決勝で、負けてしまって、甲子園には行けなかったんだけれどね。やっぱり、甲子園の壁は厚いねー。そして、河合正弘はこの年のドラフトで、巨人から4位指名されて、巨人入りが決まるんだ。巨人はピッチャーとして指名したんだけれど、入団直後に内野手に、転向することが決まるんだよ。そうだったんだー。巨人も、河合正弘の背番号を、60にしているから、最初からピッチャーではなくて、野手にしようとしていたのかもしれないよね。ああ、背番号60は、そんな感じがするねー。1年目は2軍暮らしで1軍に、上がることはなかったんだよ。まあ、高卒ルーキーは、そんなもんだよね。この時、巨人の2軍守備走塁コーチが鬼軍走と、呼ばれた須藤豊。この須藤豊に鍛えられて、河合正弘はショートとして、育っていくんだ。元ピッチャーでショートって、野球のセンスの塊っぽいねー。そうだよね。そして、翌年には、王監督に目を、つけられて一軍昇格。ああ、王監督は、河合正弘みたいな選手が、好きっぽいよねー。そうだね。それで、河合正弘は守備要員として、一軍に定着するんだ。河合正弘は、最初から、守備の人だったのか。1987年には内外野の、守備要員としてリーグ優勝に、貢献。河合正弘は外野も守っていたの？むしろ、内野よりも外野での出場の方が、多かったくらいなんだよ。へえ、それは意外だねー。そして、河合正弘は、この頃、スイッチヒッターへの転向も、目指していたんだ。だけど、選手登録も両打ち登録にしたものの、結局、うまくいかなくて、右打ちに戻しているんだよね。センスの塊でも、何でもできるわけじゃないから、仕方ないよ。そして、1988年の、シーズン限りで王監督が、退任。翌シーズンから藤田監督になるタイミングで、河合正弘は背番号を、0に変えるんだ。河合正弘は、巨人史上初の背番号0の、選手なんだよ。なんだか、このシーズンにかける意気込みが、伝わってくるエピソードだねー。そうなんだよね。そして、その意気込み通り、この1989年シーズンに、河合正弘はレギュラーを、ダッシュ。不動の2番ショートとなるんだ。すごいじゃん。河合正弘は、誰とレギュラー争いをしていたの？この頃、巨人のショートレギュラー争いは、本命、岡崎薫、対抗、河野純喜、勝呂弘則という感じだったんだよ。河合正弘は第4の男ではあったものの、守備力の高さ、そしてバントに代表される小技の、確実性でレギュラーをつかみ取ったんだよね。なるほどねー。そして、この年、巨人は日本一。河合正弘も、後半戦、骨折して規定打席には、届かなかったものの、自己最多の98試合に、出場。シーズンを終えてみると、初のゴールデングラブ賞を、受賞したんだよ。よかったねー。そして、翌1990年、阪神の和田豊の年間犠打記録を、抜いて、58犠打の NPB 新記録を、樹立。
また、自身初となる規定打席にも、達して、打率2割8分8厘、ホームラン9本を記録。ゴールデングラブ賞も受賞するんだ。ブレイクしたねー。河合雅宏は、この年から4年連続で、リーグ最多犠打を記録。このあたりから、バント職人としての道を、歩み始めるんだよね。なるほどねー。そして、翌年には66犠打を、記録して、年間犠打新記録を更新。これは、2001年に宮本慎也が、67犠打を記録するまで、NPB のシーズン記録だったんだよ。そうなんだ。でも、宮本慎也のシーズン67犠打もすごい記録だねー。そうだよね。この頃、巨人は藤田監督だったんだけれど、藤田監督は、とにかく、河合雅宏を重用したんだよ。著書の中でも、自分自身と戦っている時間の、長さが河合と普通の選手の、違いになっている。河合のような選手が多くなれば、チームは強くなる。と書いているほどなんだよ。まあ、河合雅宏の凄さがわかる藤田監督だから河合雅宏を起用したんだろうし、だから、藤田監督の巨人は強かったんだろうね。それはあるかもしれないよね。凡庸な監督だったら、なんだか打てねえな、で終わっちゃうかもしれないもんね。まあ、みたいなものだけれど、わかってくれる人に出会えるかどうかは、重要だよね。そして、1993年から、巨人に長嶋監督が、就任。長嶋監督って、河合雅宏みたいな選手と、合わなそうじゃない？それがそうでもなくて、長嶋監督就任1年目は、河合雅宏が全試合出場で、チームトップの打率2割9分を、記録するほどの大活躍。8月14日には中日の、今中慎二から人生初の、サヨナラホームランを打つほどだったんだよ。今中慎二からサヨナラホームランは、すごいねー。さらに、翌年は3割2厘で、初の打率3割を記録して、巨人の日本一に貢献。ゴールデングラブ賞に加え、ベストナインにも選ばれたんだよ。すごいじゃん。この年は巨人、中日の、10.8 決戦で優勝が、決まったんだけれど、河合雅宏は9回に、バックスクリーン弾を打っているんだよ。そうだったの？ところが、誤審でスリーベースヒットになっちゃったんだよ。それは、ひどい話だねー。さすがに、長嶋監督も抗議したんだけれど、巨人が勝っている状況だったから、流れを変えたくなくて、すぐに引き下がったんだよね。そんなことがあったのか。まあ、そのせいで、河合雅宏はこのシーズン、ホームランゼロになっちゃうんだけれどね。ゼロと1じゃ、だいぶ、印象違うもんねー。そうだよね。そして、この後くらいから、長嶋監督が攻撃野球に目覚めてきて。河合雅宏が7番8番あたりを、打つようになったり、元木大輔が起用されたりすることが、増えてきて、だんだんと河合雅宏の出番が、減っていくんだよ。まあ、長嶋監督らしいねー。それでも、1998年には、平野健の記録を抜いて、通算452犠打の、NPB 新記録を打ち立てるんだ。ああ、それまでの記録は平野健だったのか。でも、河合雅宏のバントって、どこがそんなにすごかったの？なんてったって、最初にも言った通り、河合雅宏の通算犠打成功率は9割超えだからね。9割超えはすごいよねー。犠打成功率って、成績の良いチームでだいたい8割台、ひどいチームだと6割台なんてこともあるから、通算で9割超えは、本当にすごいよね。改めて、そう言われると、本当にすごいんだねー。でも、河合雅宏のバントって、どこが良かったの？河合雅宏はバントの時に、ボールの勢いを殺すことが、苦手だったんだって。そうなの？ボールの勢いを殺すのは、バントの基本じゃん。それが、河合雅宏はその基本が、苦手だったから、とにかく、ボールを転がす方向を決めて、そこに転がすことを心がけていたんだって。野手の正面を避けて、取りづらい方向、取るのに少しでも時間がかかる方向に、転がせば、それでOKなんだという考えなんだよ。なるほどねー。だから、方向さえ決めてしまえば、あとは、その方向にコツンとやればいいんだって。そう言われると簡単そうだけれど、やってみると、バントは難しいんだよねー。河合雅宏は、バントは足でやるもんだと言っているんだよ。足でやるってどういうこと？足は普通のバッティングと、同じスタンスにしておいて、それでいてバットと顔の距離を、
使えないように、質を動かして、バットをコントロールするんだって。絶対に、手を動かすことで、バットをコントロールしちゃダメなんだっていうことなんだよ。ああ、バットでボールを追いかけると、バントで空振りするもんねー。そうなんだよ。バントの場合、バスターの可能性もあるから、なおさら足の動きが大事なんだよね。なるほどねー。バスターの可能性を捨てきれなければ、それだけ、バントの成功率は上がるもんねー。うん、でも、河合雅宏の場合は、相手チームもバントしてくると、思っていることが多かっただろうから。そんな中で、通算9割以上の、成功率を残したのは、本当にすごいことだよね。そうだねー。それでも、1999年に、新岡智弘が巨人に入ってくると、河合雅宏の出番も激減。それでも、2002年に原監督が、就任すると、出番も増えてきて。2003年8月20日には、東京ドームで通算512犠打を、達成。これは、当時の通算犠打世界記録だったんだよ。ここで、世界記録となるのか。そして、この年限りで、現役引退を表明。9月21日の引退試合では2番、セカンドで、スタメン出場。試合後は引退セレモニーも、行われたんだ。ところが、ここから、前代未聞の迷走が始まるんだよ。前代未聞の迷走？引退後は一軍内野守備走塁コーチ就任が、内定していたんだけれど、原監督が突然辞任して、その話が怪しくなるんだ。え、この状態で河合雅宏のことが、宙に浮いちゃったの？うん、そうなんだよ。結局、堀内新監督が決まって、河合雅宏は二軍内野守備走塁コーチということになったんだけれど、この経緯に不信感を持った河合雅宏は巨人を、退団。現役続行を決めるんだ。それ、球団に対する不信感と、いうよりも、堀内監督が嫌だったんじゃないの？うん、そのことについて、河合雅宏は否定しているんだけれど、後に、河合雅宏は巨人に復帰しているから、本当のところは、わからないよね。絶対そうだよ。そして、この頃、中日に落合監督が、就任。河合雅宏は、巨人時代にチームメイトだった落合監督を、頼って、中日の入団テストを、受けて合格。翌年から、中日でプレーすることになるんだ。河合雅宏の中日移籍は、そういう経緯があったのか。2004年、中日は落合監督就任1年目で、優勝するんだけれど、このシーズン、河合雅宏はサヨナラヒットを、2本も打っているんだよ。すごいじゃん。優勝に貢献しているじゃん。うん、そうなんだよね。もちろん、バントや守備要員での起用が、多かったんだけれど、河合雅宏は中日の、優勝に大きく貢献したよね。中日時代は、洗い場がいたから、なかなか、ショートでの出場は難しかったけれど、立浪和義の晩年期だったから、サードの守備固めを良くしていた印象だよね。なるほどねー。2006年には球界初の、メンタルアドバイザーに就任。そして、この年限りでの現役引退を、決めるんだ。今度こそ、本当に引退だね。10月15日、名古屋ドームでのシーズン最終戦に、引退試合として、2番、サードでスタメン出場。この試合でもバントを決めるんだ。そして、日本シリーズでも第5戦に、代打で登場。最後の送りバントを決めるんだよ。最後まで、バントを決めるなんて、本当にすごいね。引退後は、中日で一軍内野守備走塁コーチに、就任。その後は二軍監督も務めるんだけれど、2010年限りで退団。その後は、巨人に復帰して、二軍監督、一軍コーチになったんだよ。巨人に復帰できてよかったねー。最近はフライボール革命で、河合雅宏みたいな2番バッターがいないけれど。そうだよね。大谷翔平が2番を、打っているくらいだもんねー。うん、でも、やっぱり、ノーアウトランナー1塁よりも、ワンアウトランナー2塁の方が、嫌なピッチャーは多いから。また、河合雅宏みたいな2番バッターが、復活してくるかもしれないよね。うん、そうだよね。また、河合雅宏みたいな選手を、見てみたいよね。最後まで、ご視聴。ありがとうございました。